お金も借りたらコツコツ返しますよね。計画通りにちゃんと返しますと。で、完済っていう約束を果たす。試験もですね、皆さんこんにちは。資金調達5分アカデミーの時間がやってまいりました。はい、本日のお題はこちらです。よいしょ。はい、今回は融資、資金調達を受けやすい業種と、まあお時間あれば受けにくい業種についてお話ししたいなと思います。はい、まあこれに関してはね、貸す側の気持ちになってもらったらわかるんですけども、やはり信頼性だったり、あとは数字に強い、まあ、ちゃんと借りて返せるっていう計算ができる人とかっていうのが、まあ一つね、受けやすい業種になるんじゃないかなと。あとは安定してキャッシュが入る業種だったら、まあ貸したら返ってくるよねっていうような、はい、考えができるので、まあ借りやすい業種になるんじゃないかなと思います。はい、でいくつか挙げたんですけど、まあやはりですね、まあ、一つ言えるのは私業ですね。私業、はい、まあ、よくあるのが会計士、税理士、弁護士、あとは社労士とか司法書士とか行政書士とか、いろんな、はい、私業の方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、私業の方っていうのは比較的評価されやすい業種になります。実はですね、まあ、これには何個か理由があるんですけど、よく言われるのが、まあ、これ試験を受けるのはどっちかというとお金を借りて返す作業にも似てる部分がありまして、何かっていうと、お金も借りたらコツコツ返しますよね。計画通りにちゃんと返しますと。で、完済っていう約束を果たす。試験もですね、コツコツ勉強をして、まあ、しっかりゴールを決めて、スケジュールもちゃんと調整して、ちゃんと最後合格するっていう約束を果たすと。はい。これをですね、まあ、高校からお金を借りる前に、私業って方は、まず、まあ、学生時代だったり、社会人時代にそれを経験して、まあ、独立してお金を借りるっていうスタンスなので、まあ、これに関してはね、評価されやすい。コツコツしてくれるという評価がされやすくて、借りやすいと。でもう一個がですね、特になんですけど、会計士と税理士はこの中でもまた借りやすくてですね、やはり数字に強い、まあ、むしろ数字のプロなので、まあ、当然ですけど、借り入れと返済計画、返済スケジュールっていうのは、まあ、自分たち本業でもあるので、まあ、そこら辺っていうのは評価されやすい、すなわち借りやすい業種になります。はい。まあ、ここら辺はね、まあ、容易に想像できるかなってところですね。でもう一個、次がドクターですね。まあ、やはり医師、弁護士、会計士って言われるように、ドクターもですね、社会的信頼はもう日本の頂点と言われるような業種なので、まあ、ドクターは、まあ、借りやすいですと。はい。あと、ドクターの中でも、さらにね、外科医だったり、内科医だったり、歯科医とかってあると思うんですけど、最近では特にドクターでも歯科医ですね。歯科医の方が、創業融資というか、銀行からの資金調達、借りやすいような業種になります。はい。あと、まあ、ドクター、歯医者が多い理由のうちの一つが、やはりですね、今、歯医者っていうのがコンビニより多いらしくてですね、だいたい6万から7万店舗、まあ、ドクターが開業されているとっていうところで、まあ、そういった数が多いから、まあ、借りやすい、まあ、データにも残っているのかなっていうところがあります。まあ、2番目がドクターですね。はい。まあ、私業とかドクターって言われちゃうと、我々どうなんだっていうのもあるので、一般事業の方に行くとですね、フランチャイズっていうのも借りやすい業種になってきました。はい。これなってきましたっていうのが実はミソで、実は数年前までは、高校もですね、フランチャイズって聞くと、なかなか理解が追いつかなかったので、ノーのスタンスが多かったんですけども、最近だとですね、フランチャイズって言って確立された、まあ、ビジネスモデルと、流通チャンネルを持っているノウハウがしっかり提供されているよね。まあ、ある一定の数字上がってくるよねっていうのが、まあ、証明されつつあるので、今はですね、そのフランチャイズの大元がうまくいってるんだったら、まあ、基本的には金太郎飴式にうまくいきますよね。すなわち、まあ、返済計画ちゃんと立てれますよねってことで借りやすい業種になってきました。はい。で、まあ、最後なんですけど、まあ、我々がやってて肌感覚でまあ借りやすいな、まあ、比較的合格率高いなと思うのが、もう一つ物販ですね。はい。まあ、物販も分かりやすくて、この物さえ仕入れたら売れるよね。まあ、それでそのね、物が売れにくいというか、まあ、突拍子もないものだとなかなかチャレンジングなんですけど、まあ、基本的な生活必需品だったり、まあ、あとはよくフランチャイズにちょっと似てるんですけど、まあ、そういう物販を教えてるようなスクールだったりがあって、まあ、そのスキルをちゃんと教えてて、まあ、生徒さんだったりが、まあ、しっかりノウハウを出してる、まあ、物販グループだったりすると比較的融資が下りやすい、まあ、説明しやすい過去のバックデータもあるので、まあ、これを仕入れたらこんだけ売れます、で滞留するのはこんだけの期間ですとかっていうのがしっかり計算できてれば、まあ、高校の職員の人としても、まあ、こんだけの返済計画スケジュール立てやすいよねっていうのがあるので、まあ、このように物販の人たちも借りやすい業種になります。はい。まあ、最後ね、スキル、金、チャンネルって書いたんですけど、まあ、フランチャイズが物販っていうのは、まあ、基本的に高校の人たちが見るのが、まあ、スキルだったりチャンネルなんですけど、まあ、ここら辺を満たしてるってことで、はい。まあ、評価されやすい業種になるのかなと思います。はい。ということで本日は、
融資を受けやすい業種、はい、こんだけ上げてみました。本日の動画をご視聴いただきありがとうございました。はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。この度 KMP ではアドセンス収入を狙っております。なので YouTube チャンネル登録、高評価ボタンぜひお願いします。